どうも、ヒデさんです。今日は、ご覧のようにレンジフードの交換作業を、していきたいと思います。こちらのレンジフードなんですけれども、75センチ幅のものになります。建物としては、アパートで、アパートのレンジフードになります。まず一番最初に手前側のフードを外します。ネジ2箇所を緩めますとこういった形でフードが外れますんで、電源のコードを抜いてですね、で外します。次に、本体を外す段取りに入っていきたいと思います。本体上の幕板ですね、これを外していきたいと思います。これ自体ですね、ちょっとネジが見えなくてですね、今探しているところです。この幕板自体は、挟み込んであるだけでした。で、端っこにあります鋼筋を今カッターナイフで切っているところです。で、切ると、まあ、簡単に外れるような状態になりました。で、引き抜いて外れます。で、この幕板を外すことによって上の、シロッコのファンのですね、接続部分が見えます。で、そちらの、アルミテープですね、アルミテープを外していきたいと思います。で、このアルミフレーキのですね、アルミフレーキの接続してあるところにアルミテープが巻いてあるんですけれども、そこのテープを剥がすときにですね、ちょっと作業スペースが狭いもんですから、カッターナイフ取り扱いに十分注意が必要です。赤チン災害を起こさないようにですね、手を切らないように、職人は手が命になりますんで十分に注意が必要です。これでアルミフレーキが外れましたんで、本体を持ち上げて外していきたいと思います。割と、重いですね。10キロ以上はありますんで、この時落っことさないようにですね、下レンジフードとか、IHなんかだとガラストップになってますんで、その上に落とすとガラスが割れちゃいますんで注意をしながら外します。そうしたらですね、今度は取り付けのビスを、仮に止めておきます。2箇所、ビスを止めておいて、そこに、引っ掛けるような形で引っ掛けて、で下側のビスも止めて4点で完全に固定するような、形になりますね。そしたら、今度は、本体の方を、固定していきたいと思います。本体を持っています。そうしましたら、この本体を持ってですね、一人作業なんで、ちょっとバランスを崩しましたね。落っことさないように、十分気をつけて、あとスペースがもうギリギリで、1センチぐらいしか、1センチぐらいですかね、15ミリぐらいですかね、隙間がないものですから、壁を傷つけないようにですね、十分に気をつけて、引っ掛けます。ちょっと、ビスの頭が大きくてですね、引っ掛けられませんでした。で、一度ビスを抜いて、それから、合わせておいてビスを打つっていうような段取りになります。今ビスを抜きました。
で、本体を上に上げて、そのビス穴今見てます。そしてもう一回このビスを打って固定するところです。ちょっと私が使っているパナソニックの、マルチのインパクトなんですけれども、全体的に長いもんですからね、狭いスペースにはちょっと使うのに向いてないです。で、今、ドライバーで仮にねじ込んで、で今本締めしています。とりあえず今1本で止まってる状態なんですけれども、これで水平を見て本体の固定決めていきたいと思います。でドライバーでビスを止めていきます。今水平を見ながらですね、微調整をしているところになります。水平は OK ですね。そうしたら、下のビスを止めて完全に固定していきたいと思います。そしたらですね、細いビスでまず下穴を開けて2箇所ですね。でその後太いビスで完全に固定するような作業になります。今下穴を開けているところです。で、太いビスをしっかりと固定していきたいと思います。もう一箇所太いビスで完全に固定します。OK ですね。これで4点完全に止めることができました。水平もバッチリ大丈夫です。そしたらですね、奥にしまったフレキを手前に引き出して接続部分に、挿して、このアルミテープで接続部分からエアーが漏れないようにですね、テープでちゃんと固定します。このテープを、アルミテープで、フレーキを、貼るときですけれども、どうしてもちょっとスペースが狭いもんですから、手を、フレーキの小口で切ることがあるもんですからね、気をつけて手袋をするなり、気をつけながら作業が必要になります。これでフレーキと本体のシロコとの接続は OK ですね。大丈夫だと思います。ちょっと給湯器のスイッチを押しちゃいましたね。そうしたらですね、この電源コードをもう挿しておきます。
電源 100V のコンセントに挿しておきます。次にレンジフードのですね、手前側のフードを取り付ける段取りになります。今手に取っているのは、上の幕板ですね。幕板の今確認をしています。そうしたらですね、手前側のフードを、固定していきたいと思います。まずコードですね、接続します。この手前側のフードなんですけれども、上に引っ掛けて、下に押し下げてですね、下は、長ネジといいますか、こう、はめ込むような部品がありまして、そこで固定するような形になってます。これでほぼ完成に近づいてきました。次に上の幕板ですね、幕板をはめ込みます。これは差し込むタイプになります。手前からはめ込みます。幕板が、これで止まりました。下側のからビスをですね、次に締め込みます。幕板の止めビスですね。幕板が固定できたらですね、フィルターをして完成になります。フィルターをはめたらですね、運転状況を確認できれば完全終了になります。フィルターもはまりました。ランプも OK ですね。で、運転も確認できます。 OK です。このような形で取り付けてきました。今回のレンジフードの、交換作業、所要時間は約50分ほどでした。ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。